日本愛知県岡崎市、唐沢町、唐沢町は愛知県岡崎市の町名。現行行政地名は唐沢町一丁目と唐沢町。岡崎市の西部に位置し、中心街の一角に相応する。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ぬかた郡岡崎から沢町を前進とする。豊川信用金庫岡崎支店跡地。2017年10月に岡崎城総構えの発掘調査が行われた。2014年8月28日、岡崎市は、おつかわリバーフロント地区整備計画の概要を発表した。人道橋の建設、中央緑道の再整備などが計画に盛り込まれた。 2015年10月24日、大塚は人道橋の工事が着工。2016年、大塚は人道橋の初期の工事において、ボーリング調査の見立てよりも浅い位置に岩盤線があり、かつ硬い岩質であることが判明。そのため、市当局は、同年4月8日に、市議会臨時会を開き、大塚は人道橋橋梁下部工事その1の契約金額、 5億3、116万6、680円を1億8、198万4、320円増額し、7億1、315万1、0円に変更した。また、株工事その1の完成期限を2016年7月29日から1年延長し、2017年7月31日とした。同年、中央緑道の工事に伴い、 市は、豊川信用金庫岡崎支店の土地を3億6千万円で買収。同支店は2017年に取り壊され、辰見南2丁目に移転した。2019年3月6日、岡崎市は、大塚は人道橋の名称は、工房により、桜上況に決まったと発表した。2020年2月26日、 中央緑道を統整備運営事業の事業予定者が三菱自署を代表企業とするグループに決定した。豊川信用金庫があった橋爪広場にはコーヒーショップ、シェアキッチン、売店などが建てられることとなった。同年3月22日、桜城橋が開通した。建設費は約21億5000万円。2021年4月には協定に 長さ56メートル、幅6メートルの建物が設けられ、カフェやレストランなど8店舗が入る予定。ありがとうございます。